高級感を兼ね備えたクロスオーバー SUV、 安全装備も充実しておりハイスペックさが魅力です。今回はシトロエン DS5 をご紹介します。長さ4535mm、 幅1870mm、 高さ1510mm、 上部からフロントガラスまで伸びたクロームメッキのサーベルラインが個性を主張。フロントマスクの中央に DS のエンブレムが輝きを見せています。スポーティーなビジュアルのリアスポイラー、そしてバンパーと一体になったマフラーなど、どの角度から見てもそのオリジナリティが感じられます。ヘッドライトはキセノン式を採用し、夜間の視界をしっかりとサポート。エッジの効いたポジションランプが印象的です。ヘッドライトと統一性のあるデザインに仕立てたリアコンビランプ、ナンバープレートの下にフォグランプを搭載しています。キーのリモコン操作で離れた場所から全ドアの開錠・施錠が行えます。キーを携帯しドアハンドルを握って開錠、ドアハンドルのセンサー部分に触れて施錠も可能です。テールゲートもキーのリモコン操作で開錠することができます。キーを携帯していればナンバープレートの上にあるスイッチを押して開けられます。メーターフードには本革を使用、ステアリングなど随所にクロームメッキを取り入れ、上質感のあるインテリアです。シートはセミアニリン仕上げで柔らかな座り心地です。運転席はリクライニングやシート位置、腰の高さなどを電動で調整可能。腰の部分をマッサージできるアクティブランバーサポートやシートヒーターの機能もついています。設定した座席位置は2パターンまで記憶できます。助手席はリクライニングとシート位置を電動で調整でき、シートヒーターを利用できます。エンジンスイッチは運転席の左側にあります。キーを携帯した状態でブレーキペダルを踏み、スイッチを押すとエンジンが始動。合わせてメーター類も起動します。ステアリング左側にクルーズコントロールやスピードリミッターの設定スイッチを装着。機能を設定すると右側のディスプレイにメッセージを表示、左のメーター内に表示灯が点灯します。ステアリング右側にはオーディオを操作するスイッチがあります。ステアリングの左奥には方向指示器、ライトスイッチ、その反対側にワイパーレバーがあります。運転席右側に安全運転をサポートする機能のスイッチを配置、対向車を検知し自動でハイビームとロービームを切り替える機能のスイッチ、車線から逸脱しそうな可能性を判断し振動で知らせる機能のスイッチ、室内の盗難防止アラームを停止する機能のスイッチです。バック操作中に車両周辺の障害物を検知するセンサーを解除するスイッチ、急なハンドル操作や滑りやすい路面の走行時などに車両の安定性を高めるシステムを解除するスイッチ、システムのオンとオフを切り替えるとディスプレイにメッセージが表示されます。アイドリングストップの機能を
停止するスイッチ、システムの作動を切り替えるとディスプレイにメッセージを表示します。純正のナビゲーションシステムは7インチサイズです。エンジンスイッチの上にアナログタイプの時計を装備、ナビゲーションシステムの下にオーディオの操作スイッチを配置、 CD やラジオを楽しめます。スイッチにメッキ加色を施したオートエアコン、左右独立で温度設定が可能です。メッキ加色や本革のシフトブーツをあしらい、スポーティーに仕立てたシフトレバー、 D ポジションから左に入れるとマニュアルモードとなり、手動で変速操作ができます。ポジションは左側のメーターで確認できます。シフトレバーの左側に走行モードを切り替えるスイッチを装着、上は雪道の走行に適したスノーモードスイッチ、下はエンジンのパフォーマンスを最大限に発揮するスポーツモードスイッチです。それぞれのモードを選択すると左側のメーター内に表示灯がつきます。シフトレバーを R に入れるとルームミラーの左側にバックカメラの映像を表示、運転席から見えづらい車両後方の状況を確認できます。シフトレバーの後方にパーキングブレーキスイッチがあります。手前に引いてブレーキを解除したり、ブレーキをかけることができます。パワーウィンドウやドアロックのスイッチをセンターコンソールの左右に設置しています。ルームミラーの上にシートベルトの締め忘れを示す警告灯と、助手席エアバッグの作動状態を示すディスプレイがあります。マップランプは左右のスイッチで点灯が可能、中央のスイッチでルームランプを点灯できます。天井の電動サンルーフを開け閉めするスイッチ、左右のスイッチで運転席と助手席のサンルーフを操作、中央のスイッチで後席のサンルーフを操作できます。サンバイザーはバニティミラー付き、ミラーの両側に照明がついており、暗い時間でも活用できます。アームレストにレザーをあしらい、スポーティーな曲線を描くステッチを施したフロントドア、太く握りやすいドアグリップはアルミ調仕立て、下のポケットにはカップホルダーが付いています。運転席の右下に小物入れを設置、その中に ETC 車載機を装着しています。シフトレバー前方に蓋付きのボックスを用意、中にシガーソケットを装備しています。センターコンソールにキーの収納に適した小物入れがあります。センターアームレストは中が二重構造になっています。上のトレイは起毛処理を施し、 USB ソケットを内蔵、下のボックスは照明付きで深さと奥行きがあり便利です。助手席の正面にグローブボックスを用意、中は立体的な構造になっており、小物を分けて収納可能、スイッチ式のランプやSD カードホルダー、助手席エアバッグキャンセルスイッチを内蔵しています。リアドアはフロントドアと同じデザインを採用、
下のポケットがフロントのものに比べてコンパクトなサイズになっています。運転席と助手席の裏側にネットタイプのポケットを装着しています。センターアームレストの裏側に後席用エアコンを装備、中央にはアクセサリーソケットを装着、後席用のパワーウィンドウスイッチもついています。リアシートの中央に収納式のアームレストを装備、カップホルダーが2個ついています。またアームレスト奥の面は開閉可能、スキー板などの長い荷物を乗せるときに便利です。ラゲッジルームは面積が広くスクエアな形状が特徴、壁の凹凸が少なく荷物を整理しやすくなっています。ラゲッジルームの両側にランプとフックがそれぞれ装着されています。ラゲッジの目隠しに便利なトノカバー、前後2枚のパーツに分かれており、すべて取り外しが可能です。リアシートは肩口のレバーを操作して背もたれを折りたたむことが可能です。クッションを起こしておけばフラットに倒せます。3分割されたサンルーフをはじめ独自性のある装備が魅力、ラグジュアリーな気分を存分に味わえる1台です。以上、シトロエン DS5 のご紹介でした。